こんにちは、高中です。時刻は10月下旬の13時頃。今回は第10回沼駅巡りということで、小田急江ノ島線の本鵠沼駅に来ております。本鵠沼駅は神奈川県の藤沢市に位置していて、藤沢駅からは一駅で向かうことができます。駅舎は1929年に開業、今年で90年目となります。これから散策するのですが、周辺に面白いスポットが見当たらないので、駅を最短距離で一周していきたいと思います。以上です。本鵠沼駅の周りには他にも小田急の鵠沼海岸駅、江ノ電の鵠沼駅がありますので、そちらの動画も投稿いたします。ぜひ見ていただければ嬉しい限りです。ご視聴ありがとうございました。